はいえー、続いてこちらの画像をご覧いただきたいんですが、はいえー、これはフラミンゴですねフラミンゴがいますさあ、えー、こうした、まあ、フラミンゴなんですけども特定の色だけを誇張する、えー、こういったことも、ね、ちょっとやってみましょう、はい、エフェクトカーですね色調の、はいえー、色相とサイド、はい、ここをご覧ください、はい、色相とサイドのところで、はい、ここもです、ね、ちょうど、まあ、今マスターとなってるんですけども、はい ここのの赤色の部分を選択しますつまりこれは画面上の赤い部分を影響するんですよということを指していますさあそこから例えば赤の、はい、サイドを上げるとさあこのフラミンゴの赤い部分のみが誇張されて、まあ、出ているわけですねもちろんこれっていうのは赤色の範囲とかですねこういった範囲をですねしっかりと指定することもできますが、まあ、特定の色だけを実際に、まあ、白黒にしたりだとか 特定の色だけを、まあ、その明るくしたり濃くしたり、えー、そういったことなども、ね、行うことができるわけです、はいえー、カラーチャートとかを見ると一発で分かると思うんですが、はいえー、例えばこのカラーチャートの先ほどやった、えー、色相彩度ですね、はい、この部分の青い部分のみをちょっと白黒にしましょうというと、はい、ここのカラーチャートの青い、まあ、部分要素が入っている部分がまさに白黒になりました その他、青い部分というのは、はいえー、着ている着物なんかも青い部分なので影響がありますね、はいえー、その他ですねちょっとユニークなツールとしては、えー、他のカラーへ変換というエフェクトがあります、えー、これはですね、ある特定の色をまた違う色に変えるといった作業ですちょっとやってみましょう変更するカラーを赤色のこのリンゴのところにつけます、はい、そして変更後のカラーを、 はい、このような形にしまして変更するチャンネルですね、はいえー、色相サイドもしくは色相明度とかいろんなところが変えられるんですが例えばここのですね値をですねちょっといろいろといじってみましょうはい、えー、ちょっと比べてみましょうはい、えー、このようにですね赤いリンゴが、えー、まあグリーンの 緑のに変わりましたちなみに下もです、ね、反射している部分が、まあ、同じような色、えー、色素だからこのようになってしまったという形ですが、まあ、このような形で、えー、特定の色を変えることも可能です例えばですね、えー、もう少し面白い例ですとこれなんか実はもうあの変えている例なんですけどももともとの色は青だったんですねこの青の部分を、まあ、こういった赤色の衣装に変える、まあ、こういったことが、えー、可能となるわけです ただ、えー、実際に白色を変えることは基本にはできません。えー、白色というのはです、ねまあ、無地なんですね。つまり色がないので、えー、白色をです、ね、他の色に変えるということは、えー、特殊なやり方を使わない限りは、基本的には無理と思ってください。例えばこれなんかは、えー、白を選択して他のカラーに変えてるんですが、残念ながら白の部分というのは変わらないですね。 まあこうしてですね、えー、なかなかこの色というのは人間の目でも測りにくいものがあります。まあだいたい赤かな、だいたい黒かなとか、まあだいたい青、えー、グリーンなのかなき、えー、黄色なのかなっていう、まあ意外とアバウトなものなんですね。そのためにはですね、えー、撮影の時にですね、こういった、えー、カラーチャートというのがあります。 前回やった軌道チャートと似たようなものなんですけども、まあ、こういったイグザンプルとなっているカラーの羅列がありますのでそういったものを参考にしてですね撮影に臨まれると正確な色というのが撮影時に判断できると思います。